プライムツリー赤池は愛知県日清市赤池町にあるセブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設。2017年11月22日プレオープン、11月24日グランドオープン。1階プライムホール赤池駅前の土地区画整理事業。 ステーションシティ日清赤池ヒルズの一環として2017年11月24日に開店。同年11月22日から2日間、地域住民向けにプレオープンした。東海地方発のセブンアイホールディングスグループのショッピングセンターである。テナント数は約180を数える。セブンアイクリエイトリンクが運営する商業施設にアリオがあり。 計画当初は、歌唱で、アリオ日清赤池となる予定であった。1階に、プライムホールと称する大型モニターを備えた、屋内イベントスペースがあり、隠し展示会やイベント、ミニライブなどに活用されている。伊藤洋華堂赤池店を各店舗として、約180の専門店が入居。出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。 プライムツリー赤池家の4階に所在するシネマコンプレックスで愛知県内としては2005年12月8日開業の東方シネマズ津島以来12年ぶり5歳イト目となる東方シネマズ海への映画館である10スクリーンで総座席数は1722席そのうち最多の323席を収容するスクリーン後には TCX とドルビーアトモスを 最小座席数のスクリーン7には MX4D を導入している。日清市では、朝鮮時代の1960年代に日清投影、姿勢志向をまたいだ1990年代にドライブインシアター、車座がかつて存在していた。1階の総合受付に国内のショッピングセンターで初めてとなる人工知能による会話で、 案内業務ができる人体型ロボット、アクトロイドが設置されている。名前は、一般公募の結果、ライムと命名された。また、2階と3階には、デジタルサイネージ上で、アニメーションキャラクターが、人工知能による会話で、案内業務をする、無人インフォメーションカウンターも設置されている。日清市との地域活性化法括連携協定に、基づき、 日清私立図書館から借りた本を返却することができるブックポストが設置されている。プライムツリー赤池の造成のため埋め立てられた農業用ため池。愛知用水の整備に伴うパイプライン化により農業用ため池としての存在価値が低下していた。ありがとうございます。